天正10年6月、京本能寺。織田信長は家臣明智光秀の謀反に遭い、愚連の炎に消えた。三方ヶ原で徳川軍を退けた武田軍は精神を再開。しかし京を目前にして信玄は病没する。信玄を欠いた武田家は織田信長に滅ぼされ、その信長もまた本能寺に果てると、東国は再び混乱に陥った。これを勢力拡大の好機と見て取った家康は、真田家の居城上田城に退去し攻め寄せる。この危機に真田軍は援軍を募った。現れたのは上杉家臣直江兼続、そして前田慶次率いる若者たちだった。幸村は若き勇者と共に徳川軍を迎え撃った。槍を手にかける、真田の存亡をかけて。第2話、上田城の戦い。もののふの意地貫くまで。お二人さん、待たせたね。状況は最悪。敵は天下に一番近い男の一人、徳川家康。で、これがこの城の息子、真田幸村。未来の天下人と戦おうって肝の据わった男さ。父へようこそ。激しき戦、望むところよ。私は戦が大嫌いだ。だが、戦は戦わねばならぬ。面白なやつだ。これが直江兼続。この絶望的な戦に上杉から好き好んで援軍に来た面白な御人さ。お二人は。俺は西鎌五一、困ってるやつと女性の味方だ。こっちのは訳ありで身分は明かせないが、政宗って呼んでくれ。こんな戦に来るとは。バカだが臆病者ではないらしいな。バカではないわ、バカめ。俺は戦に前田刑事、あんたらにバカさじゃ負けてねえ。さーて、クサクサした気分をぶっ飛ばすにはうってつけの無謀な戦、バカども5人でひっくり返そうか。遠征も戦況も我らの優勢。皆の者、勝利は近いぞ。徳川家康、愛する者ぞ。真田の戦は飛躍十王、我に必勝の策。じゃあみんな、存分に暴れようか。さて、頃合いやよし。矢を放て。今じゃ、敵は一気に押し返せ。魂に刻め。殺そうか。
のためか。やはり、その思いを浄化まで引かつけろ。魂に刻め。浄化に火を放て。火の太陽を絶つのじゃ。やってみ、ド派手に燃やしちゃうぜ。憲兵として参った。火の手が上がってる。この一撃を一撃。ほら出番だぜ。分かってる。わしに差し出してないな。浄化に火を放ったと。見えた見えた。引け、火を逃れ、体勢を整えよ。炎と燃えよ。敵の裏を歩く奇抜な計画が戦況を一歩覆した。味方が原で弓を取られた。意地を上げては武士に生きる価値はないからでは。やはり強い。覚悟の深さが違う。あんな小城も落とせねえか。いいやつも情けねえ。ドアホーナーは仕事殿だ。力をつけてやろうぜ。開門、守りを固めろ。北条が動いた。家康め、北条まで引き連れてくるとは。あいつら多い方向で上げやがって。家康のような年でも負けるはずもないわ。お見事、もののふの生き様、ここに示さん。よくやってくれた。怪我はないか。全然楽勝ですよ。ちょっとやけどしただけ。老人相手に手加減なしか。敵の先陣は崩れた。このまま徳川軍を押し返すぞ。魂に刻め。始まったばかりだぜ。
共に戦ってくれ。何故真田は徳川に降伏しなかった。モノノフとしての意地でしょうか。これまでは生きている意味がありませんから。バカです。意地を通しても勝たねば無意味よ。貴様の存亡をかけた戦、負けるわけには。お前を詰めるな、雪村。どうしよう。辛い時こそ笑う。この玉よ、俺たちの力を信じろよ。徳川なんて楽勝だぞ。マゴイチ、ありがとうございます。魂に刻め。守ることの厳しさ、これが教えてやろうじゃねえか。闇を残す。忘れんな、小僧ども。戦わねえ道を探すことを怠ったんじゃねえぞ。ようやった。この勢いでいいやつを撃て。大地の見事なさ。あれどここまで。あなたが軍略を、その戦いが動く。
戦じゃと。魂に刻め。揃いつかば、サラダの槍が見届けた。さすが谷村様。そなたらの闘志、この忠勝をも死ぬか。進め。この徳川を敵に回すことの意味、分かっておるか。無論、すべて覚悟の上。いざ参る。力、思い知らせてくれた。魂に刻め。これから歩むべき道、この戦で掴んだ気がします。お二人さん、いい顔になったじゃねえか。我らが力を合わせれば、どんな困難も打ち破れる。ああ、俺たちは無敵の5人だ。闘志の炎、誰にも消せはしない。